今回は主要なセキュリティ技術について公開鍵暗号方式、電子署名、SSL、TLS、ブロックチェーンなど幅広く解説をしていきます。はじめに問題です。差出人が未来で3通の手紙が届きました。2通は偽物の未来が書いたものです。本物の未来はこのようなハンコを持っています。本物の未来から届いた手紙はどれでしょう。回答ありがとうございます。正解は2番です。本物の未来しか持っていないハンコが押印してあるから2番が正解となります。現実の世界だったら公的機関が発行する印鑑証明書があればさらに信用力が増しますよね。インターネットの世界でも届いた文章が送信者本人が差し出したか、そして途中で書き換えられていないかどうかということが判断できる仕組みがあります。それをデジタル署名と言います。今日はこのデジタル署名について基礎から詳しく説明していきます。まず暗号化、複合、鍵の基礎知識について復習していきます。暗号化はデータの内容を第三者に分からなくする技術または手法のことです。こんにちはという文字列があった場合、暗号化をするとこのような意味不明な文字に変換され解読不可能になります。そして複合は暗号化されたデータを元のデータに復元することを言います。複合は複合化と最後に化の漢字をつけないように気をつけましょう。この暗号化されていないデータのことを平文と言います。この暗号化と複合には鍵というものを使います。鍵といっても物理的な鍵ではなくパスワードの文字列のようなものになります。今から説明するデジタル署名は公開鍵暗号方式とハッシュ関数という大きく2つの技術を使っています。それぞれについて説明していきます。公開鍵暗号方式は暗号化と複合に使う鍵が異なるものになります。鍵ペアといって秘密鍵と公開鍵の2種類の鍵を使います。秘密鍵で暗号化したデータを複合できるのは公開鍵だけになります。公開鍵で暗号化したデータを複合できるのは秘密鍵だけになります。その名の通り秘密鍵は発行した本人以外知られてはいけない鍵になります。一番初めのクイズの例で言ったら本人しか持っていないハンコのようなものです。一方公開鍵はその名の通り公開情報なので漏れても良い情報になります。今度はガッキーから未来に公開鍵暗号方式を使って第三者に漏れないように文章を送ります。まず前準備として未来が公開鍵と秘密鍵の鍵ペアを生成します。そして秘密鍵は漏らしたらいけない情報なので未来の公開鍵の方をガッキーにあらかじめ渡しておきます。そしてガッキーは未来の公開鍵を使ってデータを暗号化し送信します。途中で通信が傍受されても未来の秘密鍵でしか複合できないので文書の中身はわかりません。そして未来に届いた時未来が持っている秘密鍵で複合すれば平文に戻り未来は中身を確認できます。今度は逆に未来からガッキーに手紙を送りましょう。未来の秘密鍵でメールを暗号化してガッキーに送付します。届いた手紙についてはガッキーは未来の公開鍵で複合ができます。でもここで疑問に思われる方がいると思います。公開鍵は公開情報だからガッキー以外も手に入れることができます。通信を盗聴された場合に未来の公開鍵を使って複合ができてしまいます。実はこのパターンは未来本人から送られてきたことがわかるのです。未来の秘密鍵は未来本人しか持っていません。未来しか持っていない秘密鍵で暗号化できた文章を未来の公開鍵で複合できたということでその文章が未来本人から送られてきたという証明になります。これをセキュリティ用語で申請性が確認できたと言います。次にハッシュ値について説明していきます。ハッシュ値はメッセージダイジェストとも言います。直訳すると文書の要約という意味ですが、ハッシュ関数という機能を使うことで決められた短い文字列が返却されます。この時ハッシュ関数から戻される値をハッシュ値と言います。要約と言いましたが
ハッシュ値から元の入力値が何だったかということは推測することはできません。ここまでで一体何の役に立つんだと思われている方が多いと思います。このハッシュ値にはいくつか特徴があります。例えば入力値が同じ内容なら何度ハッシュ関数に入れても同じ値が返却されます。逆に入力文字を少しでも変えると全く違うハッシュ値になります。具体的な例で説明していきます。未来からガッキーに文章を送る時の例で説明していきます。わかりやすくするために暗号化はなしとします。まず未来は送信する予定のメッセージをハッシュ関数に入れてハッシュ値を求めます。ここではハッシュ値を ABC123 としましょう。そしてそのハッシュ値とセットでメッセージを送ります。しかし途中で悪人がいてメッセージの内容を変更したとします。メッセージを受け取ったガッキーは未来と同じハッシュ関数を使ってメッセージのハッシュ値を求めます。そのハッシュ値と未来から送られてきたハッシュ値を付き合わせます。途中メッセージが書き換えられて入力情報が変わったのでハッシュ値が一致しません。ガッキーはこのことで途中でメッセージが書き換えられている、つまり改ざんされていることを検知することができます。つまりハッシュ値は改ざん検知で用いられます。つまりメッセージが改ざんされていないこと、完全であることをセキュリティ用語で完全性と言います。デジタル署名はこのハッシュ値と公開鍵暗号方式を混ぜた方式になります。未来からガッキーにメッセージを送る流れで説明していきます。まず未来は先ほどと同じように送信するメッセージをハッシュ関数に入れてハッシュ値を算出します。そして得られたハッシュ値を自分自身の秘密鍵で暗号化します。この秘密鍵で暗号化したハッシュ値をデジタル署名と言います。そしてデジタル署名とメッセージを一緒に送信します。ガッキーは届いたデジタル署名を未来の公開鍵で複合します。先ほど説明したように複合できた時点で未来本人から送られてきたという申請性が証明できます。そして届いたメッセージをハッシュ関数に入れてハッシュ値を求め、先ほど未来の公開鍵で複合したハッシュ値と付き合わせます。値が一致すれば改ざんされていないことが証明されます。つまりデジタル署名は申請性確認と完全性確認ができるということです。今話した内容は未来の公開鍵自体が本物であることが前提です。その公開鍵が本物、つまり未来本人のものであることを第三者機関が証明するものがあります。それがデジタル証明書です。印鑑証明も自らの犯行を第三者機関である役所が本物であるということを証明してくれてますよね。デジタル証明書もこれと似たイメージで、未来はあらかじめ自身の公開鍵を信頼できる第三者機関に申請してデジタル証明書を発行してもらいます。この第三者機関のことを認証局や CA と言ったりします。先ほどのメッセージとデジタル証明を送信した時にデジタル証明書も一緒に送信します。証明書の中には未来の公開鍵が入っていて、認証局がこれは本物ですよとお墨付きを与えています。共通鍵暗号方式は暗号化と複合に使う鍵が同じものになります。例えばガッキーから未来にメッセージを送信する場合で考えていきましょう。共通鍵はあらかじめ何らかの方法でお互い同じ鍵を持っていることが前提です。こんにちはというファイルを共通鍵で暗号化します。通信経路上などを誰かに通信が傍受されてもこれがこんにちはの文字であることはわかりません。そして未来に届いた時、未来が持っている共通鍵で複合すれば平文に戻り、未来は中身がこんにちはの文章であることを認識できます。最も簡単な共通鍵暗号方式の例に、文字を任意の文字数分ずらして他の文字に置き換えて暗号化するシーザー暗号という方式があります。例えば3文字後ろにずらすというのを鍵にします。 EJ という文字を暗号化すればアルファベット順に3文字ずらした
HM というのが暗号文になります。共通鍵を持っていれば3文字後ろにずらしたという論理はわかるので、複合する際は3文字前にずらして複合します。今話した共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式を比較していきます。共通鍵暗号方式のデメリットは、お互いに同じ鍵を共有する方法が難しい点にあります。鍵自体を暗号化していない状態で受け渡す際に通信が傍受される可能性を考えなければいけません。ただし、公開鍵暗号方式に比べて暗号化と複合が高速に行えるというメリットがあります。公開鍵暗号方式は共通鍵暗号方式に比べて暗号化と複合に時間がかかるというデメリットがあります。ただし、公開鍵は漏れてもいい情報なので、公開鍵の受け渡しは容易に行えるというメリットがあります。ウェブページ閲覧をする際に使われる HTTPS はこの公開鍵暗号方式と共通鍵暗号方式を複合的に使っているものになります。HTTPS のプロトコルを用いることで通信が暗号化されるというところが有名な話です。正確に言うと HTTPS は TLS、SSL という技術を使ったウェブアクセスプロトコルのことになります。後から詳しく説明しますが、 TLS は SSL の進化版で、 SSL 自体は暗号化したデータが第三者に見破られるプードルという脆弱性が発見されているので、現在はほとんど TLS に置き換わっています。こちらのサイトで TLS、SSL の導入割合がわかりますが、ほとんどが TLS へ移行済みということがわかります。 SSL 自体は非常に歴史があるので、実際は TLS 通信を行っていても SSL 通信と呼ばれることも多いです。ここでは TLS 通信という呼び名で説明させていただきます。はじめに HTTP と HTTPS の通信のざっくりした比較を説明します。まず TLS を使わない HTTP 通信は、ウェブブラウザーで見たいウェブページの URL のリンクをクリックしたときに、ウェブサーバーとの TCP コネクションの確立が行われます。ウェブブラウザーから新フラグを送出、それを受け取ったウェブサーバーから新アックフラグの返答、それを受け取ったウェブブラウザーはアックフラグの返答をします。この一連の流れをスリーウェイハンドシェイクと言います。そしてその後に欲しいウェブページの依頼をウェブサーバーに行い、ウェブサーバーはデータを返却します。では HTTPS の場合はどうでしょうか。スリーウェイハンドシェイクの後に TLS ハンドシェイクを行います。この TLS ハンドシェイクの中で暗号化に使う鍵を交換します。そしてHTTP リクエストとレスポンスの通信が暗号化され、改ざんの検知ができます。さらに掘り下げて TLS 通信を説明していきます。 TLS 通信には事前にサーバー側にサーバー証明書を登録しておく必要があります。サーバー証明書は CA 認証局と呼ばれる信頼できる第三者機関に発行してもらう必要があります。その発行の流れについて説明していきます。まずウェブサーバーの管理者は公開鍵と秘密鍵の鍵ペアを生成します。そして CSR という依頼書のようなものに公開鍵を添付して送付します。認証局は申請内容を審査して問題なければサーバー証明書を発行し依頼者に送付します。ウェブサーバーの管理者はウェブサーバーにサーバー証明書を登録します。ここで発行されるサーバー証明書の中身のレイアウトを説明していきます。HTTPS の通信をしているときにブラウザーの URL 欄に鍵マークが出ますが、鍵マークをクリックすることでそのウェブサーバーのサーバー証明書を確認することもできます。証明書のフォーマットは X.509 バージョン3 RFC5280 という仕様で定められています。構造は署名前証明書、証明書の署名アルゴリズム、認証局の署名という大きく3つで構成されています。署名前証明書はバージョン情報、シリアル番号、署名アルゴリズム、発行者、有効期間、
発行対象企業名など発行対象の公開鍵、拡張領域で成り立っています。認証局による署名は、署名前証明書のハッシュ値を取って、証明書の署名アルゴリズムを用いて、認証局の秘密鍵で暗号化したデータを署名として追加したものになります。では、TLS 通信の流れを説明していきます。前提として、ウェブサーバーには認証局が発行したサーバー証明書が登録されているとします。スリーウェイハンドシェイクの後、ブラウザーはクライアントハローで、ブラウザーが利用可能な TLS のバージョン、暗号アルゴリズムの一覧を示します。そして、サーバー側はサーバーハローで、ブラウザーから提示された情報で、サーバー側が採用した情報を通知します。その時、TLS のバージョンや暗号アルゴリズムが返されます。そして、サーバー側同時にサーバー証明書を送付します。送られてきたサーバー証明書の署名前証明書の部分をハッシュ関数に入れてハッシュ値を算出します。サーバー証明書に添付されている署名を認証局の公開鍵で複合してハッシュ値に戻します。そのハッシュ値を付き合わせて一致していれば信頼できるサーバーだということがわかります。実際のデータのやり取りは暗号化と複合が公開鍵暗号方式より高速で行える共通鍵暗号方式を使います。クライアントは共通鍵の元になるランダムな値を生成してサーバー証明書に添付してあったサーバーの公開鍵で暗号化します。その暗号化した鍵の元のデータをウェブサーバーに送付します。それを受け取ったサーバーは自らの秘密鍵で複合します。クライアントパソコンとウェブサーバーはその鍵の元から暗号通信に行う共通鍵を生成します。この流れを鍵交換と言います。次に実際のデータの送受信になります。ウェブサーバーからクライアントパソコンにウェブページのデータを送るパターンで説明していきます。送りたいデータを先ほど生成した共通鍵で暗号化します。同時にその送信する平文データのハッシュ値も求めます。そして暗号化したデータとハッシュ値をセットで相手に送付します。受信側は共通鍵でデータを複合して平文にします。これで欲しいデータは得られたのですが、途中改ざんされていないかを確認するために複合したデータのハッシュ値を求めて一緒に送られてきたハッシュ値と付き合わせて一致していれば改ざんされていない、つまり完全であることが判断できます。まとめると、TLS を用いることで認証局が発行するサーバー証明書によって通信したいサーバーが本物であることが証明できます。鍵交換技術、共通鍵暗号を用いることで通信内容の暗号化ができます。ハッシュ値を使うことで改ざんされていないかの完全性チェックが行えます。前回の授業で少し説明したパスワード地獄の救世主、FIDO についてフローを説明していきます。FIDO は簡単に言えばパスワードレスでサービスにログインできる仕組みで、最近はそれに対応したスマートフォン端末なども増えてきています。FIDO では公開鍵暗号方式による電子署名を利用します。事前準備として FIDO 対応認証機器は公開鍵と秘密鍵の鍵ペアを生成します。そして認証サーバー側に公開鍵を登録します。サービスを利用したいユーザーは認証サーバーにログイン要求をします。そしてサーバー側はランダムな文字列のチャレンジコードを送信します。そして認証機は生体認証などで本人を認証します。認証 OK の場合はチャレンジコードを秘密鍵で電子署名して認証サーバーに送付します。認証サーバーは事前準備の時に受け渡された認証機器の公開鍵で複合して自らの送ったチャレンジコードと付き合わせ一致すればログインを許可します。ここで FIDO の利点は利便性と安全性を両立できる生体認証が使えるということ。生体認証が OK なら送られてきたチャレンジコードを秘密鍵で暗号化するので、生体情報自体は通信経路上を流れないというメリットがあります。FIDO は
パスワードレスでサービスにログインできる仕組みなので、 FIDO という仕組みの上に生体認証など他の認証が載っているイメージになります。 FIDO の普及が進んでくるとパスワード地獄脱却の日が近いかもしれません。 VPN はバーチャルプライベートネットワークの略で、直訳すると仮想的な施設網のことです。例えばフリー Wi-Fi スポットやインターネットの世界は誰でもアクセスできて、盗聴されたりセキュリティ的に担保されていません。またインターネットを使わずに東京の本社ビルと大阪の支店ビルの間を自前のリアルな施設も、つまり専用線を使う場合は膨大なコストがかかります。例えば大阪と東京だけなら1本だけですが、全部で4拠点あるとしたら6本も専用線を引かなければなりません。 VPN という技術を使えば、インターネットのようなみんなが使う公衆網の中に VPN トンネルという自分自身だけが使える施設網を仮想的に構築して、安全な通信を実現できます。 VPN には大きく IPVPN とインターネット VPN の2種類があります。IPVPN は NTT などの通信事業者の持っている専用ネットワークを利用します。この専用ネットワークを併域網と言います。専用線よりコストは安いですが、後から説明するインターネット VPN と比較して導入コストは高いです。併域網はインターネットと直接つながっていないので、安全性が高く遅延が発生しにくいというメリットがあります。通信事業者が提供する併域網までは専用線やインターネットのアクセス回線を使います。次にインターネット VPN の説明をしていきます。インターネット VPN はその名の通り、みんなが普段利用しているインターネット接続環境を流用することから、インターネット接続環境があればすぐに導入できるということと、低コストで実現できるというメリットがあります。インターネットという公衆網で仮想的な別回線を作って通信します。この仮想的な別回線のことをトンネルと言います。このトンネリングを実現するためには、その手順を定めたトンネリングプロトコルとセキュリティゲートウェイが必要になります。セキュリティゲートウェイは VPN ゲートウェイとか VPN ルーターなどと言ったりします。今発売されているルーターにもこのセキュリティゲートウェイの機能が備えられているものが多くなってきています。このトンネリングプロトコルの代表的なものに IPSec があります。 IPSec はセキュリティアーキテクチャ法人インターネットプロトコルの略で、正確に言えば IPSec 自体は一つのプロトコルではなく、通信そのものを赤化化するためのアーキテクチャ、つまり仕組みのことで、4種類の技術から成り立っています。一つ目は IP で送受信されるデータを赤化化するセキュリティプロトコルになります。このセキュリティプロトコルは IP 認証ヘッダーの AH と IP 暗号化ペイロードの ESP の2種類があります。2つ目は赤化化に使用する暗号鍵や認証鍵の管理方法になります。 IKE という鍵交換技術を使った動的な鍵交換方式と手動による静的な方法があります。3つ目は赤化化に使用する暗号化認証アルゴリズムになります。4つ目は IPSec を使用する2台の機器間で確立する仮想通信路のセキュリティアソシエーションの SA になります。それぞれの技術の詳細は IT 用語動画辞典でこのキーワードで検索すれば出てきますので、詳細が気になる方は IT 用語動画辞典をご活用ください。 IPSec はトンネルモードとトランスポートモードの2つのモードがあります。トンネルモードでは VPN に対応したルーター間の通信、トランスポートモードはエンドトゥエンドで端末間の通信になります。最近はビットコインなどの仮想通貨が有名になっていますが、この仮想通貨を支える技術にブロックチェーンがあります。ブロックチェーンは分散型台帳の仕組みが使われています。
この台帳の意味について初めに説明をしておきます。例えば普通の銀行でお金の預け入れや引き出しをしたときに銀行のデータベースに取引実績を登録します。この登録先を台帳と言います。そしてこのブロックチェーンの取引実績で使われる台帳はインターネットにつながっていて世界中どこからでもアクセスできるイメージです。多くの人が使っているので大量のコンピューターリソースが必要で何台ものコンピューターがリソースを共有しデータを分散して保持しています。取引データが正しいかもお互いのコンピューターがチェックし合っていて正しければ台帳に書き込まれます。ブロックチェーンのブロックは台帳の1ページの意味でそれがチェーン上につながっているイメージなのでブロックチェーンと名付けられています。仮想通貨を得る方法として一般的には取引所で購入することがありますがもう一つはマイニング発掘の報酬として金銭を取得する方法があります。ブロックチェーンは先ほど説明したように大量のコンピューターリソースを必要とするので自身のパソコンのリソースの一部を提供して計算を行った場合に得られる仮想通貨のことになります。このブロックチェーンのメリットは中央にサーバーを立てなくても取引データを正しく管理できるので管理コストが低いことが挙げられます。またゲームやデジタルコンテンツなど幅広い分野で応用が期待されている技術でもあります。これまで悪意を持った人によるデータの改ざんの可能性について話してきましたが、コンピューターのデータ伝送は0と1の電気信号なので、ノイズによりそのデータが書き換わってしまう可能性があります。この誤りをチェックする仕組みにパリティチェックがあります。パリティチェックでは、送信するビット列に対してパリティビットと呼ばれる誤り検出符号を付加することでデータの誤りを検出します。例えばアルファベット A の ASCII コードである100001の7ビットの例で見ていきましょう。パリティビットには大きく偶数パリティと奇数パリティの2種類があります。偶数パリティはビット列の中のパリティビットを含めた1の数が偶数になるように値をセットします。今回は7ビットのデータの中に1が2つと偶数個あるのでパリティビットは0となります。途中でビット列の中の一文字が書き換わって0が1になった場合偶数パリティにもかかわらず1が奇数個存在するのでデータに誤りがあることを検出できます。奇数パリティビットはパリティビットを含めたビット列の中の1の数が奇数となるようにパリティ値をセットします。今回は7ビットのデータの中に1が2つと偶数個なので奇数個にするためにパリティビットは1となります。途中でビット列の中の一文字が書き換わって0が1となった場合奇数パリティにもかかわらず1が偶数個存在するのでデータに誤りがあることを検出できます。今話した方法はデータの誤り検出までで具体的にどのビット列が誤っているかまではわかりません。具体的にどのビット列に誤りがあるかを検出できる方法に水平垂直パリティチェックがあります。 ABC という文字列の例で見ていきましょう。まず A の文字コードを縦に並べて一番下に偶数パリティを付与します。同じようにB の文字コードを縦に並べて一番下に偶数パリティを付与します。 C も同様に行います。このデータ単位に縦に付加するパリティを垂直パリティと言います。今度は横に見ていきます。101は偶数なのでパリティは0、2行目の011も偶数なのでパリティは0になります。同様に他の行もパリティを付与していきます。この横のビット列に対して付与するパリティを水平パリティと言います。例えば A のビット列の一つが書き換わってしまった場合垂直・水平パリティ両方と一致しなくなるので1ビットまでの誤り検出と
訂正をすることが可能になるのが水平垂直パリティチェックになります。ウェブページに掲載された画像などのデータは簡単に複製ができるため、著作権が侵害される可能性があります。このような権利侵害を防ぐ仕組みとして電子透かしがあります。見た目は同じ画像ですが、透かし情報として著作者名、ID などの情報を画像に埋め込むことが可能で、電子透かしに対応したアプリケーションを利用することで透かし情報を読み取ることができます。誹謗中傷を含む情報や暴力など犯罪に関わるウェブページなど、学校や会社のパソコンでは見せたくないページがあると思います。情報を受信する際に必要な情報だけを選別する仕組みをコンテンツフィルタリングと言います。コンテンツフィルタリングにはいくつか種類がありますが、代表的なものにブラックリスト方式とホワイトリスト方式があります。ブラックリスト方式は不適切なサイトの一覧を作成し、そのリストのサイトを見せなくするものになります。リストにないものは見れるので、不適切なサイトが新たに発見されたらリストへの追加が必要になります。ホワイトリスト方式は有益なサイトの一覧を作成し、そのリストに存在するサイトだけ閲覧可能になるものになります。有益なサイトが別にある場合はリストへの追加が必要になります。情報セキュリティに関する技術の基礎をいろいろ話してきました。今回話した内容は基礎となるので、しっかり把握しておきましょう。今日の情報セキュリティ技術の授業は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。